改めまして皆さんこんにちは。毎週水曜日はうるま警察署ポリスステーションうるまのコーナーです。本日はうるま警察署からですね、伊波はじめ署長、そして生活安全課堀武史課長にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日はうるま署長の着任挨拶と抱負ということで、まずはですね、伊波はじめ警察署長にお話をこれからと伺っていきたいと思いますけれども、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。伊波署長は、去る3月14日付でうるま警察署に着任されたそうですけれども、うるま署の感想などからお聞かせください。そうですね、私実は35年前の新任の時代に、はい、今のうるま警察署の前身である具志堅警察署に新任配置となっておりまして、今回2回目の赴任ということでですね。そうなんですね、はい、お帰りなさい。そういうことで久しぶりに戻ってきたなという気持ちと、はい、またうるま市がまた変わったなという面とですね、はい、両面今感じているところです。うるま警察署の勤務が2回目ということですけれども、管内の治安情勢というものはどうでしょうか。そうですね、犯罪的に言えば、決して、多くはないんですけれども、はい、また皆様のご協力をいただいてですね、年々犯罪は減ってきているということで、良好な状況にあるんじゃないかというふうに思ってます、はい、ありがとうございます本当に地域と警察の連携というのが、ね、特に大切だなと思うんですけれども。そうですね、なるほど。それではですね、地域の方々に初めまして、またはお久しぶりですという気持ちも込めまして、最後に なるんですけれども、警察署としての抱負をお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、やはり警察というのは地域の皆様の安全を守るのが仕事になっておりますけれども、はい、我々だけではどうしても守りきれない部分というんですか、皆様のご期待に応えきれない部分も多々あると思いますけれども、はい、ぜひ皆様のご理解とご協力でですね、はい、この地域の安全というのを確保していきたいなというふうに思っています。そのためにはぜひ気軽にですね、はい、声をかけていただいて、また我々も声をかけていってですね、仲良く、この地域を盛り上げていきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう私は同じ伊波というだけですごく親近感が湧いておりまして、はい、すごくうるま警察署行きやすい感じに。あ、そうですか。ぜひぜひなりましたので、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。うるま警察署もそうなんですが、年間を通していろいろな行事などがありましてね、はい、うるま警察署管内で出発式ですとか、いろいろ市民の皆さんと交流する場面というのも増えてくると思いますので、その際にはぜひぜひ伊波署長のお顔もね、見に皆さん、市民の皆さんお越しいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。そしてもうお一人スタジオに入ってくださっておりますけれども、生活安全課の堀課長からですね、同じく3月14日付にうるま警察署に赴任されたということで。そうですね、はい、私もうるま警察署に赴任するという前までは、はい、警察本部 の広報相談課の広報室という、はい、部署がありまして、そこの課長補佐として、はい、警察広報に関する仕事をしておりましてですね、ラジオの広報の仕事にも若干関わってたということがありました。はい、じゃあベテランですね。いえ、そういうわけでもないんですけれどもやっぱり情報発信という点で、各、テレビ、新聞、ラジオとかそういう媒体を扱うところだったので、はい、そこの一辺で少し携わることができたかなというような感じで、仕事をさせていただきました。いろいろな課がある中でですね、今回は生活安全課ということで、皆さんの市民の皆さんの生活安全を担当するというわけなんですが、どういったお仕事なのか説明していただけますでしょうか。まず生活安全に関する仕事っていうのが非常に間口が、はい、幅が広くてですね、地域住民の皆さんが安全で安心して暮らせるように、県全体で、取り組んでいる、チュラさん運動というのが、はい、ご所長いただいているかと思うんですけれども、はい、そういった運動を中心にですね、犯罪抑止の活動であったりとか、はい、少年非行の問題もありますけれども、そういった警察活動の他にですね、はい、実際に地域住民の皆さんが、防犯意識を高めてもらうための取り組みであったり、また
地域の住民の皆さんと連携を図りながらですね、はい、仕事をしていくのがメインになっていきますね。じゃあかなり警察の中でも市民の皆さんとの交流というのが多い、そうですね、特にあの防犯ボランティアの皆さんであったりとか、少年歩道の活動をされているボランティアの皆さんとか、はい、まあ、いろんな各分野で活動されている方との交流っていうのが、まあ、あって初めて成り立つ仕事なのでですね、はい、そういう付き合いっていうかつながりっていうのは非常に大切な部分して、仕事をしてますけれども、そうですね、はい、このあのジュラさん運動という名前はよく聞くんですけれども、はい、具体的にはどういったものなのか教えていただけますか。例えばですね、まあ、あのご承知お聞きいただいている方には、まあ、ご存知かと思うんですけども、はい、あの3つの作りというのがあって、はい、人づくり、町づくり、ゆいづくりということで、はい、まずあの人づくりに関しては今から育っていく青少年もそうでしょうけれども、うん、あの将来的に町を作っていくためにはやっぱり人が中心になっていますので、はい、そういった人たちをじっくりと作っていきましょうと、うん、あとはまた、そこに住む町をきっちりと、防犯性の高い町を作っていこうと、はい、でそこで連携の意味で、よく「ゆいまる」という言葉がありますけれども、横と横とのつながり、人と人とのつながりを深めていく、はい、まあ、現代社会というのは非常に人のつながり希薄ということでよく言われますけれども、そうですね、そういった横の連携を強めていくことによって、きっちりとした、人のお町ができていくという発想を持って一応やってますので。ぜひ皆さんもそのチラさん運動というのを、まあ、よく理解していただいてまた、活動に参加していただければいいなというふうには思ってますけれども、そうですね、はい、いろいろなの関わり方ができるのではないかなと思うのが、先ほど言いましたあの防犯パトロールをされる方とか、ね、いろいろなボランティア活動をされる方々というのがこのチュラさん運動に関わっていらっしゃったりすると思うんですが、はいはい、市民の皆さんも結構これね参加することって可能ですよね。そうですね、うん、あの例えば防犯ボランティアに参加したいということであれば、はい、まあ、うるま警察署にご連絡をいただければ、はい、住んでる、地域の活動しているボランティアの、うん、を紹介することもできますし、はい、またあの必ずしもその時間的にあの集団で活動することができないといったような場合は、例えば子どもたちの安全対策の一端で、例えば登校する時間、はい、また下校する時間に例えば庭先の水やりをやりながら見守っていただくだけでも、はい、そのチュラさん運動の一つとして取り組んでいただくことができますので、はい、まあキャッチフレーズとしては、うん、できる時にできることからっていうようなことで、チュラさん運動の一つのキャッチフレーズがあります、はい、ですからそのご無理をなさらずに一つの防犯の意識を持っていただくと、はい、その動きによってその活動になり得るというふうには思ってますので、その肩肘を張るずぜひ参加するんだっていうようなことじゃなくて、やはり意識を持ってやっぱり子どもたちを見守って街を見ていただく、まあ、自分の当然お家とか財産も見ていただくっていうこともありますけど、はい、しっかりと鍵をかけていただくとかですね、はい、そういうふうな発想でやっていただけるといいのかなというふうに思いますけれども、そうですね、それ全てがもちろん運動に関わってるということですね。ですね、はい、なるほど。またあの少年の非行問題などもあの沖縄県全体で大きな社会問題の一つとなっておりますけれども、どういった取り組みをしているんでしょうか。そうですね、あの深夜徘徊とかですね、喫煙などの他にですね、あの挑発型の非行ということで万引きとか、まあ、自転車窃盗などの、まあ、非行行為をした少年などのですね、はい、まあ、報道活動とやってるんですけれども、その他にではですね、立ち直り支援といって、はい、まあ、あのなかなか非行が改善されない、はい、で自分の友達もいないとか、まあ、悪い仲間とそこに、まあ、なんか固まってしまうというようなところがあるんですけど、はい、そういった居場所を作ってあげるために、ね、改善させるための居場所作りであったりとかですね、はい、やっぱり学校行かなくなっちゃうんで、学力も若干低下させてしまいます、はい、そういった学力の向上の支援活動などを行ってですね、はい、あの不良行為から立ち直させる環境作りとか取り組み、そういったものも行ってますね。すごいですね、はい、あの勉強の支援もしてるっていうのは私ちょっと初めて知りましたけれども今の時期といいますとどういう取り組みを行っているんでしょうか。そうですね、やっぱり今の時期っていうのは新入学の時期になります、はい、進学とか進級で子どもたちの生活環境の変化っていうのがやっぱ当然ありますし、はい、でまたあの春休みの、要因でですね、まあ、夜夜中まで起きてしまって、はい、でその学校に行くんですけども、そのリズムが乱れる傾向にもありますよね。でそのためにやっぱりその一部の少年たちでは深夜徘徊をやったりとか、はい、飲酒喫煙行為をしたりとかですね、でそれから起因して自転車泥棒をやったりとか、はい、オートバイを盗んだりとか、
でそういう悪い部分に手を染めるケースがあるということでですね、今の街頭で の少年報道活動をより強化しているといったようなところですね、はい、なんかそれぞれの、まあ、悪いことがつながるではないですけれども、お友達環境だったり、まあ、家庭環境だったりそういったこともあるのかなと思いますが、そうですね、ちょっと怖いなと思うのがやっぱり女の子が出会い系サイトで知り合った男性からの性的被害とかっていうのもあるんでしょうか。そうなんですね、まずちょっと言い忘れてしまったんですけど、私まあ、女の子の場合はですね、特にスマートフォンなどで出会い系サイトとかコミュニティサイトにアクセスをして、はい、見ず知らずの男性と今知り合って、まあ、性的な、関係を持って犯罪に巻き込められたり、はい、また有害な店舗で働かされるっていうようなケースがあって、はい、そういう被害に遭うケースも少なくないわけなんですけども、はい、まあ、実際にですね、昨年そういった出会い系サイトなどでですね、はい、被害に遭った子どもたちの数っていうのが実際平成27年中はですね、そういう被害に遭った児童の数は3人おります。で前年より6人減少しているんですけれども、はい、かたやですねコミュニティサイトでを利用して犯罪被害に遭った子どもさんの数っていうのは28人で、前年より5人増加している、はい、でこの数っていうのは氷山の一角とも言えるんですよ。そうですね、これ何でかというと、まあ、それを裏付ける資料として、まあ、平成26年に県教育庁が県立高校の全校生徒4万人余りを対象に行ったアンケートっていうのがあるんですけれども、はい、この結果ではですね、携帯電話などを利用して犯罪被害に遭ったことがあると答えた生徒さんは、はい、775人おります、でインターネット上で知り合った人と会ったことがあると実際にですね、はい、答えた生徒さんが6000人余り、ちょっと怖いです何ですかこの数字、はい、ですからですね、怖すぎる。この数字からするとアンケートのなんかでこの子どもたちの実態って分かるんですけれども、はい、見ず知らずの人と抵抗なく、はい、接触している状況からですね、はい、まあ、子どもたちの危機意識っていうんですかね、はい、まあ、欠如しているということも分かるでしょうし、親にもバレずに、はい、潜在化していると。そうですね、怖いちょっと今数字を聞いてびっくりしてますけれども、はい、本当にスマートフォンという便利なものが出てきたからこその発生だと思うんですが、はい、この犯罪被害に巻き込まれる危険が確かにそうですね。私もスマートフォンは利用しておりますけれども、はい、やっぱりその使い方次第によっては、まあ、子どもたちに持たせた場合危険な道具にもなりかねないというところがあります、はい、で実際に今話しました出会い系サイトの話なんかもそうなんですけれども、はい、それ以外に少年たちがですね薬物購入の販売サイトにアクセスをして、はい、そういった大麻とか危険ドラッグ、そういうふうな薬を購入するケースも考えられなくもないと思うんです、はい、ですから買い与える保護者の皆さんには、ただ携帯電話スマートフォンを買い与えるっていうことではなくてですね、はい、この実際にインターネットの危険性とか、まあ、法律なども理解していただいて、子どもたちとその使い方によってよく話し合ってコミュニケーションを取って、はい、まあ、しっかり話し合ってほしいというふうに思います。そうですね、でまたですね、はい、この青少年が携帯電話を利用する場合は有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングサービスというのがありますけれども、はい、それに加入して、することが、まあ、実際法律で定められておりますので、はい、そういったところも、知っていただいて、ぜひ購入の際の参考として、はい、まあ、対策を取っていただきたいなというふうに思いますね。そうですね、はい、私たち利用している側でもなかなかセキュリティの書き方って分からなかったりするので、まず携帯を買うときにそのショップでセキュリティを、ね、かけていただくということをやってもらえば少しは防げるのではないかなということですね。今携帯電話の販売事業者の方にも、はい、そういった説明っていうのが義務付けられておりますので法律でですね、はい、そこのところを、まあ、実際に事業者の方から勧められてっていうようなところもありますけども、はい、購入する際に子どもたちに買い与えるっていう段階で、まあ、親御さんの方も それ、はい、それに入るんだというような感じでですね、いろいろ聞いていただいた方が書いていいのかなと思いますけどね、はい、まずもう親子の中でルールを決めて、ね、携帯を買いに行く、与えるっていう形にしないといけないですね、はい、そうですね、ありがとうございます。携帯電話やスマートフォンを買い与える際に利用目的を大人がしっかりと理解して買い与えるということが大切ということですね。そうですね、はい、またですね今
安心ゆいメールということで、はい、警察の方から例えば子どもたちに対する、はい、まあ、声かけであったりとか、はい、まあ、自転車等だったりとかいろんなことがありまして、そういったものが安心ゆいメールを登録すると携帯の方に送られてくるというね、便利なものがありまして、これ沖縄県内で地域を登録するとその地域の情報が入ってきたりっていう形で、はい、そうですね、送られてくるんですが、私も登録をしておりまして、はいはいはい、これ結構参考にさせていただいてるんです ね、はい、そうですね、今こんな事案が起きてるんだとか、はい、ちょっと怖いなとも思いつつ、うん、やっぱりこういった情報が入ってくるか入ってこないかでやっぱり私たちの、まあ、自分に対する、はい、まあ、安全確認といいますか、はい、鍵しっかりかけようですとか ね、はい、はい、そういったことにもつながると思いますので、ぜひ皆さんにも登録をしていただきたいなと思いますけれども、ね、はい、この登録要領なんですけども、はい、県警のホームページの方に、はい、アクセスしていただくと、その登録要領というのが、うん、出ます。で、配信情報としまして、まあ、防犯情報であったりとか、はい、不審者情報、うん、で交通安全情報とか重要事件の手配情報、はい、あと警察からのお知らせとして、まあ、警察が主催するイベントであったりとか、うん、講話などの情報などを提供するメール機能になっています。このやり方に関しては今皆さんからもお話があったように、はい、その地域限定をする場合もいいですし、うん、全県下の情報をもらうっていうこともそれぞれ選択できるようになってますので、はい、そういった情報をぜひ利用していただいてですね、はい、参考にされていただきたいなというふうに思います ね、 そうですね、はい、これ大人も登録してるといいと思います。そうですね、今こういう地域でこういったことが起きてるんだとかっていうね、はい、情報の元になりますので。そうですね、はい、はい、ぜひお父さんお母さんそして娘さん息子さん全員でですね、安心ゆいメール登録をしていただきたいなと思います。もし登録の仕方がわからないですとかね、そういったことがあれば携帯のショップですとかにちょっと声をかけていただければ、はい、登録方法などもお伝えできると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは最後になりましたけれども、改めましてうるま警察署長矢はじめさん、そして生活安全課長の堀さんの方からですね、ラジオを聞いている皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいんですが、まずは署長からよろしいでしょうか。はい、まあ急に振られたんですびっくりしてますけど、まあ気軽にですね、はい、まあ硬いというイメージも皆さん持たれていると思うんですけれども、はい、普段そこら辺にいるおじさんと何らかありませんので、気軽にお声掛けをいただいてですね、はい、ぜひ仲良くしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ私もですね、はい、お願いいたします。私もあまり振られて何も考えてなかったんですけどただやっぱり一つ言えるのは、警察っていうのはやっぱり地域の皆さんのために、まあ、その地域に根付いて、活動する仕事なのでですね、はい、やはり地域の皆さんのご協力がなければ成り立たないというふうには思っておりますので、はい、ぜひうるま市、まあ、うるま警察署を管轄する地域のですね、うん、皆さんには安全で安心して暮らせるように、はい、我々取り組んでまいりますので、うん、そういう趣旨のもとにですね、ぜひご理解とご協力をいただいて、警察活動に、ご協力をいただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。本日はですね、3月14日付でうるま警察署に赴任されましたうるま警察署長矢はじめさん、そして生活安全課長の堀武さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではここで1曲、曲をお届けいたします。ビギンのナンバーから島んじゅの宝。
FM うるま情報局、この番組は FM うるまの提供でお送りしております。毎週水曜日はうるま警察署ポリスステーションうるまのコーナー、本日は3月14日付でうるま警察署に着任されましたうるま警察署長、伊波はじめ署長、そして生活安全課長の堀武史課長にお越しいただきましてお話を伺いました。伊波署長、そして堀課長、ありがとうございました。それではここで天気予報をお伝えいたします。沖縄本島中南部北部、本日は南の風のち南西の風やや強く雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降る予想が出ております。波の高さは2メートル、降水確率はこの後 70%、 日中の最高気温は名護那覇ともに25度。明日の沖縄本島中南部北部のお天気、南西の風やや強く、後北東の風曇り時々雨、ところにより未明は雷を伴い非常に激しく降る予報です。波の高さは2メートル、後 1.5メートル、降水確率は深夜から午前6時まで 60%、 午前6時からお昼まで 40%、 お昼から深夜まで 60% の予報です。明日朝の最低気温、名護那覇ともに22度、日中の最高気温は26度でしょう。沖縄本島地方では土砂災害や低い土地での浸水、河川の増水に注意してください。また竜巻などの激しい突風、落雷にも注意してくださいということです。沖縄地方は南からの湿った空気の影響で曇りで、ところどころで雨が降っています。今日から明日にかけて沖縄地方は湿った空気や東シナ海に発生する前線の影響で曇りや雨の天気となり、雷を伴い非常に激しい雨の降るところがある見込みです。沖縄本島地方では明日昼前にかけて土砂災害に、明日未明にかけて低い土地での浸水や河川の増水に注意してください。宮古島地方では今日昼過ぎまで土砂災害に注意してください。沖縄地方では発達した積乱雲の下での落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょう。なお大東島地方はうねりを伴う見込みです。以上、天気予報をお伝えいたしました。続いて暮らしの総合行政相談所からのお知らせです。本日13日水曜日はこの後午後1時から午後4時まで不動産取引の相談についてご相談を受けたまわります。宅地や建物の売買や交換、賃貸など不動産取引について相談したいことはありませんか？沖縄県宅地建物取引業協会の会員が相談に応じます。那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります暮らしの総合行政相談所までお気軽にお越しください。また電話での相談も受け付けます。電話番号は 098-836-4910、 836-4910 です。明日は午後1時から午後4時まで登記手続き、裁判申し立てなどについてのご相談を受けたまわります。不動産の登記、消費者金融などの多重債務、または訴訟や調停などの手続きについて相談したいことはありませんか？沖縄県司法書士会の司法書士が相談に応じます。明日相談日当日に午前10時から電話にて予約受付を行いまして、予約済みの方について午後1時から順番による面談で行います。なので明日は電話相談は受けたまわっておりませんということです。午前10時から電話でのご予約をお願いいたします。電話番号は 098-836-4910、 098-836-4910 までお問い合わせください。以上、暮らしの総合行政相談所からのお知らせでした。それではこの後は曲でお楽しみください。